はあの夢があるないとか別として社長業を決してやりたかったわけではないんです。でそれ遡るとどういうことかっていうと、自分の祖父と、父親が商売をずっと別にあの業界で、まあ、その事業ですね、経営をしてまして、実は非常にいいところを目指してもらったんですけども、結果的に廃業に追い込まれるみたいなというものを、幼少の時と、まあ、要するにあの見させられたという経験があります。なのであの社会に出てあのできればあの大きな会社のナンバー2になりたいとか、そういう思いはありましたね。実は起業する前に雇われ社長を、いろいろ経験をしてました。2回ですか、2回ほど経験してるんですけども、まあ、関西に呼ばれて、いろんな事業があの成功していた雇われ社長の時代にかなりあの実は収入をいただく機会が当時のオーナーさんからありまして、その時はもうほぼ 100% 歩合給でやっておりました。でその歩合給だったあまりに事業の成功とともに利益が増大し、実はかなりの収入になってしまったんです、実は私が。それである時オーナーに呼ばれまして、どういう話かと言いますと、その収入を下げてくれないかと、要するに半額にしてくれないかって話になったんです、実は。でそういう提案を受けたんですけども、どうもこれじゃあ事業伸びてるのに自分収入いただけないってことであれば、モチベーションが、自分のモチベーションが上がらないだろうということで、結果的に、お断りするんです、それは。まあ言い方悪いんですけど、クビになるとっていう経験を実は、してます。結果的に起業せざるを得ない状態になるわけですね。それが実はあの今の会社を作った起源になります。